はい、こんばんは、マオです。はい、本日の対戦はガイル VS ブランカでございます。うん、わからんね。はい、A4 さん解説よろしくお願いします。はい、A4 です、よろしくお願いします。わからんって、これどっち有利と言われる？そうですね、まあちゃんとやれればガイルが若干有利なんじゃないかとはちょっと思ってますね。ちゃんと、ちゃんととはなんだ、ちゃんととはそのなんだろう、ガイルにはこのソニックブームっていうその強い技があるんですけども、ね、横への、うん、ただこのブランカーのアマゾンリバーランとかスライディングがあるんで、あ、雑巾掛けね、これ、うん、そう、これでくぐってっていうので、まあ、戦えるんですよ、うん、で一応サマーソルトキックがあるんで、じゃあ待ってりゃいいじゃんってなるんですけど、うん、そうするとこんな感じで、なんだろう、どん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 そのブランカがそのガイルに対してこう近づいてくると。で、うん、ソニック打たなきゃなんないんだけど、うん、そのソニック以外にもそのいろいろやっていくんで飛んでいくんですよね、ブランカが。そうだね、わ、今すげえなよく合わせたね、今ね、雑巾だけによく合わせたね、本当にね。うん、いや、あそこはね、ああいうのはやっぱり狙うと結構かっこいいですからね。あれかっこいい、うん、え、見えてんのってなっちゃうからね、あれはね。この組で対空が難しくて、うん、そのリバーランでこう下行く他に、この、うん、例えばこうやって歩き噛みつき行ったりとか、はい、横から行くのと、うん、そうしてるとガイルも、うん、例えばサマーソードキックのためを今めくりったな、うん、そのサマーソードキックを待たずにバンバンソニック打ったりとかしたいんだけど、そうすると飛びとかもね、もう今確定ですかね。あれ見えなかったの、あ、体力なかったっけ今。なかったですね、まあ、今のは多分、うん、今の早めに着地してバックして、あの多分やってるだろうね、それはサプライズバックかなんかでちょっと、うん、いかに避けるっていうのがしかなかったかもしれないですね、うん、多分本人ももしかしたらちょっと早かったイメージあるから、もしかしたら狙ってたかもね、うん、それかお前どうせリバーサル出ねえだろうやってたかもしれないね今、うん、まあ、見事に出したっていう、それはガイルの方とね、まあ、素晴らしいということで、うん、そうですね、さっきからこのねガイルのねヘビースタブキックってこの横に伸びちゃうこの蹴りがあるんですけど、うん、これがね、あ、これめくりいくな、これ。あ、うまい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 。光り返したよ。すごいね、本当に。さっきのラウンドね、これガイルめくりいってんじゃないですか。言ってたね。あれ、ブランカがリバーサルでバーチカルローリング出せば、相打ち以上になるので、そうね、まあ、あれ終わってたんですけど、その逆に今その、バーチカルローリング出なかったらあれめくりいくやっちゃうから、うん、まあ、今のはね、もうガイルもあれしかないと思ってやった感じですね。そうだね。あ、あれはね。うん。うん、だからこれで、今。ガイル行く、まあ、これは どういう感じだ、あ、なんだ今の2発目に当たったぞ今1回目の回転で対抗しましたね、珍しいですね。狙ってるってこと、一応ここでジャンプしてきたら当たるようなタイミングでもうすでにガイルが学んでるのか、ね、どうなんですかね、まあ、偶然な感じもしますけどね。あんな遠いところでさ出されるじゃん、うん、普通ガイルがしゃがみないキック、あの足先端はどうなんだろうな。一応ブランカね、ジャンプダイパンをね、出せばね、足払い系潰せるんですよ、ガイルの。そうそう、それってでもさ、1本目だね、1発目だよね。そうっすね。2発目を見たことないからさ、俺今の。なかなかないですね。はい、今このね、台足で転ばして、安全飛び込みからね、噛みつきに行ってます。これは黄金パターンですね。黄金パターンだね、よく見るね、これはね。うん。うん、はいはいはい。で、ガイルはこれをされたくないんだよね。そうですね、なるべく噛みつかれるとダメージ奪えちゃいますんで、うん、結構あ、これですね、このねスタブ連発がまた強くて、ヘビースタブキックってこの蹴りながらね、蹴りながら、すぐため作ってですね、うん、ソニック打ったりサマーたまったりできますんで、そのでブランカもね、このヘビースタブキックをねどう処理するかがね、重要なんですよね。ちょっとリーチ長いだっけ、ここ、ね、そう長い、そのブランカがね、その歩いたり前に歩いたりしゃがんでると顔が前に出るんですよ、うん、あー出る出る、確かにね、歩いてる時にデブになる、確かに、うん、そう、なんかね顔だけがね前に出て、それヘビースタブキックで顔面もらうんですよ。今すーげー顔面に守ってるでしょ顔いってんすよ今、もう獣だからね、四つん這いだから、ひたすら顔が前に出てるんだねこれねそうっすよね。なるほど、そこにあのヘビースタブが殴られると、それで。そう。だブランカとしては、このヘビースタブには使ってるじゃないですか。この使ったところに、しゃがみ台パンチ、伸びるパンチ当てたりとか。うん、まあ、飛び込んだりも何でもいいよね。うん、そう、飛び込みもいいですよね。うん、ただ、飛び込みは多少見てから難しくて、なんだろう、それもし、ね、ガイルがね、何もしてなかったらサマーで落とされちゃいますから。ああ、はいはいはい。ちゃんと動いたら見てるかな、うん、やっぱりじゃあ。うん。そうですね。うわー、ドロドロット、ドロドロットや。あ、いや、まだ噛みついた、まだあるよ、おー、今、まだあるよ、よく押しましたね、まだあるよ、あるのこれ、うわー、なかった、あー、今、さすがに、うん、なるほどね、はいはいはい、こうなっちゃうと、結構ガイルが、
いけるというか、ブランカもね、やっぱ噛みつくしかない、噛みつくか技を差し込むしかないんで、ちょっと自力になっちゃいますよね。じゃあ、噛みつくのはみんな分かってるよね。うん、噛みつくのは分かってるから、じゃあどうやって相手の暴れを潰すかだよね、そしたらね。そうですね。暴れの潰し能力だね、そしたらブランカの。今はね、強引にローリングで突っ込みましたけどね、ああいうのもたまに。たまにね、たまに見せるから、うん、こいつやってくるじゃんっていうね、意識をさせるってことだよね。そうですね、ここまでガイルバーかなり盤石じゃないですかね。そうだね。あ、ここはちょっと思い切ってサマー行きましたけどね、まあ、あれは通ったら、うん。うんうん、あれも本当に行くか行かないかって感じですよね。そこはまあ、ちゃんと了解してるっていうのがね、うん、やっぱりね。そうですね。おっと投げたちゃんと。あ、今はね、超早めに、緊急中キックで対空しようとして、潰されたけど、まあ、投げるカバーっていう感じですね。そうだね。あれは、よく見る、よく見る。うん。暗い投げ。そうですね。真上対空はなんだかんだ、ガイルの緊急中キック強いんで。あれはちょっと本当にあんま見ないんだけどね。今もね、ブランカ逆にガイルの飛びに対して対空しようとして、まあ、一方的に潰されてるんだけど、まあ、噛みつきは確定みたいな感じでしたね。まあ、ちょっとフォローしてるよね、やっぱみんなトッププレイヤーはね、ちゃんとね。うん。これね、ブランカとしてはね、そのガイルがたまに前飛びとかしてきたときに、やっぱ対空はね、うん、できれば した方がいいんですよ。まあ、そういうのも、うん、ブランカって実は対空重要で、それできないと、どんなに頑張って横から攻めてもですね、上からこうやられると、うん、意味ないんで、そう。落として、上からダメですよってやりつつ、ダメージ減にするっていう。ああ、今の、そう。で、今のなんかソニックをリバーランで避けて当たんなかったんだけど、中足確定で当てたのすごいうまいですよね。多分みんなだから。ああ、何人もすげえな。読み分けてる。うん。このね、さっきはバックスバットで対空してるでしょ。あとこの裏剣。裏剣でね。この辺の対空もね、非常に、このガイル側うまく使うとですね、ブランカ前にせっかく前に飛んで、なんかその毎回ダメージ奪われてしまうっていう状態になって、非常に苦しいですね。まあ、相打ち一生懸命飛んじゃうね、でもそうですから。でも離れると、やっぱりソニックがね、めんどくさいから。そうですね。そう、離れちゃうとまずいんで、なんとかこのね、中距離から近距離かけて、こう、まとわりついて。なるほどね。で、とりあえずガイル側、端まで行けばなんとか。うん。ガイルは、なんだろう、相打ちでもいいから、ダメージ負けしてもいいから、とりあえず離したいと。うん、そうですね。うん、その結果が、まあ、どうなるか。おお。今ね、ブランカがうまくジャンプ大パンを早めに出して、トルネでやっぱ強いんですけど、それに対してああいうところでなんとかやったね。対空、やる気のない対空、今の。もうちょっとやる気出そうぜ。いや、だって横向いてさ、入った足蹴ってるだけだね。いや、でもね。今ね、うん、そう、今ちょっとね、ガリガリ焦って投げに行ったんですけどね、ローリングで返しましたね。なんだろうね、投げてないじゃん、あんまりガイル。そこをしっかりね、うん、カバーしてる、ブランカ側がカバーしてるってすごいよね、ちゃんと。あんまりやらないことに対してだから。うん。まあ、ローリングアタックはね、出した瞬間に空中に1振りで浮きますんで、うん、相手が投げに来ると思ったら、ローリングで暴れるはありですね。なるほどね。まあ、確かに歩いてガードはしないだろうな、ガイルもさすがに。うん、そう。これ、ブランカはこれ、うまいと思うのが、その、なんだっけ、まあ、うまいことも開幕からね、すぐ端に追い詰めてるんですよ。ああ、そうだね。端に追い詰めてば、ブランカ結構これ、うん、そう、こうやってね、ガイルがその、ね、そう、ガイルがその距離を選べないんで、そうだね。うん、パターンこうやってうまく、ああ、はいはい、またね。ああいうこと組みましたね。うん。ジャンプさえすれば、あとは投げ確定できるからね。うん。これ結構、ブランカがさっきから、ね、ガイルのどうやって対応してくるかっていうのに、さらに対応し返してる感じしますよね。あ、今うまいですね。開幕、ちょい歩き。リバーランで、アントビックが確定噛みつきと。歩かれるとね、投げだとも思っちゃうからさ、嫌なんだよね、本当に。そうですよね、何やっていくんだってなって、そうそうそう、あ、こっちかと思ったらあっちやったみたいな。ひたすら今、攻撃の回数が全然違うからね、今。待ってましたね、今。今ね、あ、そう、バーチカルやれば、とりあえず、コンボからないです。うん、めくりコンボはね。なるね。うん。あ、これ痛いな、これ。うん、あ、でも、もう体力差いっぱいだね、もう。うん。もう、相打ちもできねえよ。そうそうそう、おお、今の追いきましたね。エスパー、エスパー。うん、こっからね、どうしのぐか、どっと逆転するかもね、ガイルの腕の見せ所って感じします、ね、まだ相打ち取れない。あ、いった、今のはね、あちょっと近かった。ダブルサバーが出なかった。そう、ダブルサバーが出なかったのかな。あ、ちなみにね、ガイルはね、あそこね、ムエタイキックでもね、勝てたりするんで。は、そう、目の前にブランカのスパコンこう跳ねるじゃないですか。跳ねるね。あれね、ムエタイキック、タッチショーキックをね、出すだけで勝ったりできるんで、
ちょっとでも前がね、なんかね、近すぎるガイルになんかかすっちゃうかどうか微妙なところあったんで、なんとも言えなかったですね。まあ、あそこは多分ね、そのサマーやろうとして失敗したって、ちょっとあれ痛いですね。これかなり大きいんじゃないですか。おー、もうないじゃん。すげえな。そっか。これね、ブランカがね、やっぱり、ね、ソニックブームをちょっとどうしてもね、垂直しないと、うん、あのこれガイル側の対応がうまくて、この前ジャンプに対して毎回そのダメージ奪える対空をしてくるんで、うん、その場で垂直をするっていうのもちゃんとブランカやらないといけないんですよ。これがね、むずいっていうかね。俺も使ったことある。超むずい、うん、顔が前に出てるからさ、踏み込みがね、なかなかできねえんだわ。そう、早すぎても遅すぎてもダメ。あー、ここはでも勝ったね、今ね。うまいこと、うん、おー、でも結構リバーラン切りますね。あ、今のはね、タイミングがちょっとずれちゃってましたね。あ、タイミングね、今のはね。うん、まあ、難しいんだろうね、やっぱタイミングもね、ガイルは狙うのは。そう、あのトルネーディはね、ちゃんと合わせるとね、ブランカの前飛び技には結構一歩勝ちするんですけど、うん、なかなかね、毎回正確にやって難しいですね。そう、毎回ね、そこがね、ガイルのやっぱり上手い人ね、の上手い人は確率いいもんね、やっぱりね。まあ、昔からね、リフト命って聞いてたからね、確かに。うん、あ、今ね、あの、なんだっけ、前ステップでしたときに垂直ガイルしてるんですけど、うん、そこで飛んで、ガイルに対して頭突きで対空してるとか、これ、うまいですよね。よく見てるよね、あれ、本当にね。うん。自分がやろうとしたことと違ったことが出てきたのに、とっさに判断ができたわけだからさ。そう。あそこね、ブランカ焦って、ね、あの、噛みつき入れ込んじゃって、そうね、で、あの、そう。で、大パン、上から潰されちゃうんですけど、ね、あそこ、頭突きに切り替えてますからね。うん、でも、ここはかなり、さっきからこうね、リバーナに対してサマーソルトかなり当たってますよね。まあ、見てからというよりも流れを見ているって感じですよね。そうですね、ちゃんと見てるよね、うんうん、そう。で、そこでブランカがやめるから出すね。おい、それ出しすぎだろ、いくらでも今の。やっぱりね、こう使っちゃうとね、こうやってダウン取られて安全飛び込みまではセットなんで、ね、そうだね、うん、結構減るぞ、うん、うん、あ、ジャンプジャンプですね。ジャンプだったね。うん、まあ、うん、相打ちでもまあどうせ負けちゃうからね。うん、そうですね。何もできない状態でしょ。しゃーないね。さあ、また雑巾掛け。はい、雑巾掛け。はい、来た。うん、あ、これ、ヘビースタブ上からかぶさって、大パンを押しとけば結構、あの、リフトアッパーとかにもタイミング的に勝てますんで。これ、思い切りましたね。こう相打ちだけど、ブランカとしては悪くないって。おー、しっかりしっかり。うん。すげえな。あれ、うん、やっぱね、どっちかがね、体力リードするとね、された方がきついんですよね。ああ、なるほどね。まあ、これぐらいでもブランカ大丈夫でしょ。これだとまだ、まだいきますね。まだいける、まだいける。まだまだ。ああ、もうやばい。ああ、でも、もうちょっと頑張れ。ああ、もうやばい、もうやばい。こうなるとね、この画面。あれ、あいつ、それ勝った今。あ、入った。どうなる？あいつ、それ勝った今。ここは。なかなかね、安定しないんですよね。あ、飛んだ。お、飛んだ。うわー、ちょっと待って、痛い。これなんですよ。そう、あのね、ヘビースタブね、前飛びできるとね、こういうのがあるんですよね。そう、きつい、今の。そう、あそこね、あのヘビースタブ単体にもね、リフトアッパー出してもどっちにもジャンプタイプは一歩勝ちするので、ああいう3段が入っちゃいますね。あ、今のうまいですね。修理したね、今ね。うん、これはもう痛い、もうない。これはきついが帰る。もうないぞ、ああいう取られる。もうああいう取ったら勝つぞ。一方負けもいかんし、もちろん。もう今のはちょっと焦りちゃったかな。うん、ガイルがちょっと焦りが。まあしょうがない、もう半分しかね、半分体もう、うん、なん、もうちょこ、もうちょことだからね。おお、いっちゃった。ああ、さすがだね、やっぱりね。うん、終わってみたらね、逆転でしたよね。面白かった。うん、面白かったですね。ありがとうございます、ヤホーさん。はい、